気ない子、朝起きた時とかでも普通に会話してることとかでも一緒にいてくれること全てに対して感謝してるので、いつも感謝の気持ちを忘れないようにしてます。だから本当毎日ありがとうって感じです。感謝してることはもう全部ですね。出会った時は精神状態がすごいやばくて、動画とかも全部休んでた時、愛ちゃんが呼んでくれて外に一歩も出られない状況から、何から何まで本当に感謝 してます。なんかなんていうかね、こんなにこんなダメな自分でも愛してくれるというか。将来的にこういう家庭内の食卓とかそういう何気ない時間を一つ一つこう大事にできるような結婚生活をしてみたいです。夢を追ってみたりやってみたいことに挑戦できるような環境を作っていきたいなと思うので、2人でなんか一緒にいろんなことがこうできたらいいなと思ってます。